球上最強生物と言われるティラノサウルス、その緑をね表現したこの皮を使ったお財布を手に持つとね、ロマンを感じるなというふうに思います。力強さ、ワイルド感、まあ、それを合わせ持ったね、すごく神秘的ないい緑がね開発できました。クロコが浮き上がって見えるような感じ、手の込んだ染色の仕方をしたクロコダイルになります。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。実は池田工芸っていうのはね、今年節目の年を迎えています。僕のじっちゃんですね、祖父が創業してからね80年を迎えることになりました。本当に厳しい時代もたくさんありましたけど、この YouTube を見ていただいている視聴者の方々含めてね、皆さんに支えられてね、まあ、ここまでこれで、そういう80年目の節目の年になりました。そういうことからも80年記念モデルっていうのも何点かこだわったものを厳選してね、皆さんにお届けしたいなと思っています。大事な大事ダメですよね、これを皆さんに今日はご紹介したいなと思います。今回は革、特にね色目にすごいこだわりました。実は去年の段階から試行錯誤をしながらね、やっとね完成することができたので、コンセプトとしては歴史上ね最強と言われるティラノサウルス、そのグリーンをねクロコダイルの中に表現したかった。開発した革がこちらの緑になります。色だけじゃなくてね、本当にすごくソフトな風合いのこのマットの緑ですね。開発するにあたってね協力してもらったタンナーさんっていうのは、藍染めをね開発したタンナーさんなんですね。色を開発するっていうのはすごく大変な作業なんですけど、そういうわがままをね聞いていただいて、やっとここまでたどり着きました。コントラストになってるんですけどね、この鱗のトップは濃いめで、溝の分は少し薄め、さりげなく濃淡があるので鱗が浮き上がって見えるような感じ、手の込んだ染色の仕方をしたクロコダイルに。上から塗りつけたような色の出し方じゃないので、覗き込むとねこのグリーンの奥底が見えるような、すごく透明感のある色に仕上がっています。この色っていうのは僕もすごく大好きな色で、グリーンをねすごく好きなお客さんもたくさんいらっしゃった。実はツヤクロコの方ではブライトグリーンというね、すごく発色のいいお色目を僕たちは展開してるんですけど、マットクロコの方でねいい色のグリーンがなかなかないから開発してくれ、そういうお声もあったので、今回80周年モデルの第一弾として、ね、開発することになりました。もともとのクロコダイルが持っている力強さとか、ね、ワイルド感、そういうものを表現がしたくて、古代ね、まあ、恐竜が生きてた時代にこのティラノサウルスがね、深い緑の森林の中でね、草原の中を歩いて、そういう神秘的な緑、それを開発できたので、最初のイメージの、力強さ、ワイルド感、まあ、それを合わせ持ったね、すごく神秘的ないい緑がね開発できました。こちらになります。いいですよね。いや本当にこの緑っていうお色目って、実は単色から濃色までたくさんのねお色目があると思うんですよね。でもその中で製品に映える緑っていうのは、僕の頭の中ではもう本当に数少ないんですよ。力強さと深み、それからルーツですよね。そこからロマンを感じ取っていただくような、そういうかっこいい緑に今回は仕上げています。この色ならその人の威厳も上げてくれる。だからといって堅苦しくなくて、持つシチュエーションっていうのもそんなに選ばない。どこに持って行ってもその人が引き立ててくれるから、皆さんのねファッションっていうものを一段階上げてくれる、本当にいいグリーンがねできたと思います。お部屋で今撮影してるんで少し濃色が強く見えるかもしれません。でもこれがね太陽光に当たると、一つ一つの鱗のねすごく透明感があって、奥行きを感じるいいグリーンが出来上がってるんですよね。これをね見てると一日飽きないような、そういう表情がこの川にはねあります。地球上最強生物と言われるティラノサウルス、その緑をね表現したこの革を使ったお財布を手に持つとね、ロマンを感じるなというふうに思います。
こだわり抜いた緑、まあ、これを80周年記念モデルの顔に今回させていただいたんですけど、その革に負けない形でファスナーもゴールドで今回仕上げました。もちろん池田工芸のオリジナルのこの引き手、これもゴールドでやっています。内装の方のご説明もしておきますね。内装の方は開けると基本的にはブラックの牛革を使用しています。小銭ファスナーポケットですね、その両サイドは池田工芸の得意なゴールドパイソンを両面につけています。制作をし初めて気づいたんですけど、黒と金相性いいで、緑と金相性いいでもね、緑に黒が入って金が入るとよりそれぞれの色が引き立て合うっていうことが分かったんですよ。だからすごくこうかっこいい内装になってると思います。カード棚の上ですね、ここには表と同じ僕がこだわり抜いたこの緑を使っています。両サイドですね。で、池田工芸のロゴはもうさりげなく凹凸だけで表現するロゴを打ち込んでいます。見た感じはね、すごくシンプルなんですけど、使えば使うほど味が出る内装の配色でもあるので、使い込んでいただければ僕は嬉しいなというふうに思います。今回ね、まあ、製品を作って仕上がった段階で力強い緑、これが上がってきたわけですけど、これにして良かったなと思いました。80周年モデルと読んでふさわしいぐらいのインパクトのある、それから高級感もあってね、そういう製品がね出来上がったなというふうに思っています。こういうお財布っていうのは大事に使う、もちろんそれもいいと思うんですが、僕自身は本当に日常でね、皆さん色を染めていただくように使っていただきたいなというふうに思っています。もし何かあればね、連絡していただければ、まあ、修理とかお手入れの方法も含めてねご説明をさせていただくんで、気兼ねなくガンガン使っていただければというふうに思っています。第1回目のねオーダー会がすでに実は進んでいます。本当に好評いただきましたね。すぐに完売してしまったんですけど、もしこの製品が気になる方はご購入いただければすごくありがたいなというふうに思っています。詳細を知りたいということであれば、概要欄の方に URL 貼っておきますので、こちらの方から製品のスペックとかね、それからまあ僕の緑のこだわりの点とかをね詳しく見ていただければすごくありがたいなと。僕たちはオーダーいただいてから一本一本制作を開始するので、ちょっとお時間いただきますけど、そういうところで手元に届くね日程とかを確認していただければいいかなというふうに思います。今回はねちょっと特別に80年というすごい節目の年を迎えるということで、記念モデルの製品を紹介させてもらいました。今後もね第2弾第3弾かな、まあ何段までいくかちょっとわからないですけど、いい製品をこれからも紹介していきたいなと企画していますので、楽しみにしておいてください。この動画を見てお気に入りの方はね、高評価とチャンネルの登録をいただけるとすごくありがたいなと